はい、皆さんこんにちは。国えー、ごチャンネルです。本日はスペシャルゲストとしてですね。第十一回国きけ日本研修研究所を受賞されたラムザイヤ先生においでいただきます。先生、よろしくお願いします。ありがとうございます。おめでとうございますい。ありがとうございます。私はですね、産経新聞でですね、慰安婦問題を歴史戦というので、追求して。えたんですけども。先生のような方がですね、現れるというのは、まあ、想像だりせず。すごい。 喜びなんですけど、それで今回ご危険のですね。日本研究者の先生が受賞なさるというので。非常に喜んでるんですけども。先生ご自身は。大変な思いをされていす、ね。いや、でも受賞するのは想像ないではありません。でしたので。えー、とても喜んでます。あ、そうですか。<laughs> 先生、それであの。視聴者の皆さんにですね。<っ>なぜこの慰安婦問題、にですね。先生が関心を持たれたかっていうの。ちょっと。 そうですね数年前アメリカの日本の専門家が慰安婦関係で日本政府を批判していた何ですかねペティションみたいなものを書いてたんでその時に「へえ変なこと言える人がいるな」と思って一応その頃は何も書かなかったんですけど数年前 今度何書こうかなと思っている時にやっぱり慰安婦関係の,その契約について面白いことを言えるんじゃないかなと思って、うんえー、研究して出したんです。はい、でその頃あ、うん、まあ知り合いからね、うん、友達から「うんえー、いやラムザイヤハーバード内でラムザイヤがこういうこの論文を出そうとするとろくなことにならないよ」 っていう注意があったんで、うん、ああなるほどへえと思ったんですけど、えー、大体僕が論文とか本を書く時は誰も見ないんですよそれ誰もよませんですからあの褒められることもないし、うん、批判されることもあまりないんですよね、うん、でこれが特に僕だからっていうよりも、まあ、大学の教員ってこんなもんなんですよ、うん、あで,ですからいや6 大したたこととになならいだろうと思ったんで、まあ、一応論文を書いた、うん、あでそのあそれを友達とか知り合いに回して批判もありましたけど、うん、あまあ大体普通,普通ぐらいのもんだったんです。で今度雑誌あのジャーナルに投稿して、うんえー、で一応あ出してもらって、ええ、でやっぱりあのー。 何もありませんでした。えー、で、それがあの今度あの産経新聞に紹介されていただいて、はいはい、<laughs> 喜びましたけど、えー、今度あやっぱりスゴるとか、うん、韓国内のテレビに、うん、で批判され始めたんですね、うんあ。で、本当に僕の論文読んでるのかなとは思いましたし、うんうんあ、絶対読んでないような人からもあの。うん あすごく違反されましたなる最初の日は E メールで、ええ、あーどれぐらい嫌いあ70通ぐらいの嫌がらせの E メールが届きましたね。 そで,、ね、でそれから毎日だったんですね、二三ヶ月毎日。あそうですか。えー、それも、うん、まあそれはそれでひどいけど、うん、まあなんとかね、うん、あのいやいやいやまあ、コーヒーを飲んでコ、うん、ー消せればそれでいいんですけど <laughs>、えー、ああこの論文は撤回するべきだっていう運動も始まったんです。うん、はい。でこれ教員が出したんですよ。はいで。教員の中でもあれ あれ僕の友達だと思ってた人がサインをするとかそういうことになると大変でした、うん、まあ一応村八部なんですよね村八部あで、うん、僕を学会から追放しようということで、うん、村八部っておっかないですよ、うん、あ怒るっていうよりも怖い感じで、うんうん、夜は寝ようと思っても寝られないし、はいえー、あまあつらい うん、56か月でしたって<ー>いうか1年1年半ぐらい続きましたけど、ねえー、あでなぜこんなに反対される大体,大体8ページの論文ですよね。で誰も読まないような雑誌に載ってますし、うん、あでもあ一応日本を専門としている学者でも主に日本語の文献は読んでません。うんうんうん で,で、これが英語で出たんですよね。ああで英語が出英語で誰かがいや、ヤンフは性奴隷でないっていうことを主張した論文が出たことが困ったらしいんですよね。うんうん、ああなるほどね。はい。ああでそれで大変でした。うん、で、まあそれが二年、まあ、一応二年ぐらい続きました。二、うん、年間半。はい。でそれで あいやこんなに批判される、うん、こんなに学者が村八部にされるとは、うん、こりゃ学会、うん、あ異常なあ、うん、ろくなことでもないと思って、えー、一応僕の経験と、うん、あ慰安婦制度の歴史を、はい、あのあ一つの本にして出しました。それが ああ出たのが今年の一月です。はい、うん。うん、でこちらの方は僕が書いた論文の訳です。ですから内容がちょっと違いますけど。はい。ああまあこちらの方が日本語で、うんえー、であ、うん、僕の二冊目の本は英語で出しました。えー、はい。先生<で>つまりこれはこの本これまでと違うのはその契約先生のご専門ので、ねえーはい、あの法統あの経済学の観点から契約、はい、雇用契約に 焦点を絞ってヤフー問題を書かれたと、まあ彼らが一番嫌がることを先生にされちゃったということですかね。うあのまあ最終的にはそうだったらしいですね。すね <laughs> だからこの論文の価値があるんですけど、はい、このあのとっても貧しいし学校にも行ってない朝鮮の若い女性が、ええまあ食べ物にも苦労している時、うん、いや私は 良、うん、くない仕事で危ないし、うん、でも、まあ、こういう生き方を選ぶっていうことに、うん、ああ終点を置いて、うんはい、でどういうような契約が、うん、を通して慰安所になったか、はい、それを分析しようと思ったんです,、ええそうですね、先生当時の非常に朝鮮半島の貧しい状況そして戦乱のさなかを、うんまあ、ある種究極の選択の中で生き延びた。 女性たちの姿を雇用の面から冷静に論評されたというところだと思うんですよね。それをしたかったんです。なるほどね。成功したかは別として、えー、それがあのゴールです。うん。それがその日本と韓国の間歴史認識とかま政治的なその立場でですね非常にこの専権化した慰安婦問題に。 先生のアプローチっていうのがですね、非常に、えー、と価値あるものだと、それが今回の日本研究所に結びついたんだというふうに思うんですけど、その後、えー、この本を出版されて、最近は先生いかがですかこの反応っていうのは、だいぶ鎮静化しましたでしょうか。しましたね。しました。ああまりあのえ何も聞いてません。あそうですか。で、うん、なぜだろうかなと迷ってますけど。あそうですか。えー。 まあ受け入れてもらったならいいけど、はい、ちょっと楽観的なな考え方ですかねねるほど、ね <laughs> えー、そうすると、まあ、日韓関係の変化っていうのももちろんあったと思いますしえ、はい、この慰安婦問題で嘘を振りまいていた人たちの言説が、まあ、先生を始めたですね、うん、皆さんの研究によって、まあ、これにもありましたが完全論破と。 いうところがあって、まあ先生の勇気だからこそですね、非常に意義があるかというふうに、まあイワフ問題を取材してきた身からするとですね、本当にそう思うんですけど。ありがとうございます。ええー、で先生今後はあのまあ今回のあの賞ですね、えー、踏まえて今後の先生の何て言うんでしょうか。 活動っていうのはどういうような活動を展開されてるでしょうか、うん。まだ、またあの、えー、誰も読まないような論文を書こうかなと思ってますけど、えー、これからあそうです <laughs> どんなあどんな論文を書こうかなと考えていると,、えー、と,ところです。あ最後にですね、やっぱり日米、はい、非常に同盟関係にある日米でも、はい、やはりこういう歴史問題が、はい、一旦火をつくと、まあ先生は当事者に思わぬ形でなられたんですけども。 このの問題っていうのはどこでれ同盟関係であってもやはりいつかこういうですね火を吹くっていうところがあるっていうのが今回の慰安婦問題のかと思うんですけども先生この今後の日米同盟を強化強めるっていうのはもちろん先生日本でも暮らしていらしてですねどういうところに考えていかなきゃいけないというふうに思いでしょうか 互いに頑張って誠実なことしか語らない書かない何も悪いことしてないんだったら謝らない人間の人間的な生き方で頑張っていけばいいんじゃないかと思いますけどね難しいことになりますけどいやいや禁言ですね本当におめでとうございますありがとうございます皆さんぜひこの本ですね よ、まあ、非常にわかりやすくっていう、読みやすく、出てると思いますんで。ぜひご覧になってください。本日はおめでとうございます。ありがとうございます。